心は一つの世界だ。それは地獄を天国に変え、天国を地獄に変貌させる。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが、事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれささやかれていますけども、そろそろマスコミへの対処も限界ではありませんか。私の周囲にもうるさい小バエが飛び始めてきたのですけれど。なーに、今のうちだけです。心配には及びませんよ。あれが逆らうなど到底ありえない。確かに。それはともかく、あちらの準備の方は滞りなく。ねえ、根回しは進んでいますよ。我々の夢は近いうちに実現するでしょう。そのためにも今はやり過ごさねば。ええ、その時が待ち遠しいですわね。あったいまー、うわあ、おかえりなさい。寒かったでしょ。彼がコーヒー入れてくれてるよ。助かる。ガチのマジで極寒だったぞ。ほらモナもこんなだし。めっちゃ冷えてんな。猫は寒いと丸くなんだる。つつくな。てか猫じゃねえし。生き返った。いただこう。いやお前じゃねえし、お前はさっき食ってたろ。我が輩にはホットミルクを頼む。ご主人が仕入れてる方のやつな。スーパーで買った安い方は料理に使え。まったくグルメな猫だな、モナは。ちゃんと用意してあるよ。こう寒くちゃ、元ヒッキーじゃなくても外出るのしんどいぞ。宗次郎もこれじゃ客が来やしねえってぼやいてたし。おかげで貸し切りにしてもらえたけど、ちょっと悪い気もするね。でも、こうしていられるのももう少しだから。3年生はもうすぐ卒業。お前は地元に帰るのだったな。そう考えると、今この瞬間も貴重な時間に思えてくる。おい、お前がそんなしけたこと言うなって。ちっと遠くなるぐらいで、一生会えなくなるわけじゃねえだろ。もちろん、大学生になっても時々顔見せに来るから。絶対集まろうね。あ、海とか行こうよ。いいなそれ。次こそ去年のリベンジしてやるぜ。懲りねえな、リュウジは。俺も水着を新調するか。ちょうど着想が浮かんだデザインがある。環境に配慮し、使う素材の面積をギリギリまで削減したものなんだが。想像しちまうからやめろ。あの、ごめんね、私が変なこと言い出して。いいのいいの、卒業後もお楽しみがいっぱいってことで。おい、ついでに今も楽しもうぜ。コーラおかわり。またあんた、ちょっとは遠慮しなさいっての。続いて
春日部藤四郎氏の続報です。先日から消息不明となっている件について依然調査が進められています。首相指名選挙直前、有力候補と言われている春日部氏に一体何があったのでしょう。彼は若手候補として注目されていますからね。心配ですね。はい、春日部氏を支持する声は多いですし、世間からもかなり注目されていましたよね。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが、事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれ囁かれていますけども、これネットでも騒がれてるな。あちこち陰謀論がどうとか言われてる。最近急にテレビでよく見る人だよね、若手の次期首相候補って。そんな人が突然の失踪なんて、何か厄介なことじゃなければいいけど。いろいろと終わったばっかだぞ。さすがに追加ステージ早すぎだ。こいつのことはよく知らねえが、嫌なことあって家出でもしてんのかもな。春日部氏についてはん？なんだ？テレビ調子悪いのかな。おいおい、マジでテレビイカれたんじゃね。リモコンも効かないみたい。一体何なんだ。パパ、なんじゃこりゃ。おお、浮いている。いや、静止しているのか。ねえ、外が静かすぎない？言われてみれば、窓の外が真っ暗。この違和感、まさかとは思うが、異世界絡みではないだろうな。まさか、そんなはずは。だって、ああ、異世界ナビは消滅したはずだ。何より我が輩やお前たちの姿も変わっていない。じゃあ何なんだよこれ。そうだな、まずは落ち着いてコーヒーブレイクを。落ち着け双葉、それはカレーポットだ。見ろ、ドアが光ってる。宗次郎が仕掛けたドッキリってそんなわけないか。あれ、開けるしかねえよな。そうね、こうしてても手詰まりだし。すまないが、お前に頼んでいいか。くれぐれも注意してくれ。なんだよここ。俺らさっきまでルブランにいたよな。それにみんなどうして怪盗服になってるの？
持ってんの？そこなんかと逃げやがって。おいおい、あいつらこっち来るぞ。排除する。構えろお前ら。奴ら一体何者だ？わからんが、襲ってくる以上やるしかねえ。散開して撃破するぞ。了解。右手は私とパンサーに任せて。それじゃあ私たちは左だね。行こう、フォックス。んじゃ、正面は俺らで潰すとすっか。
れやれ片付いたか。にしてもこいつら何者だ？シャドウにしちゃ妙な気が。わからん。そもそもここがどこなのか。奴らを取り押さえよ。反逆者には罰を。反逆者には罰を。チェン、ゾロゾロ湧いてきやがって。ジョーカー、ペルソナだ。こいつら一気に蹴散らすぞ。俺の出番だな。ぶっ込むぜ。おい、スカルモットだ。なかなかやるな。我が輩が引導を渡してやる。意を示せ、ゾロ。よし、ペルソナアルセール。これで敵は全滅だ。さすがだぜ、ジョーカし、これでどうや。片付いたが妙だな。うまく力が。ナビ、他の様子はどうだ。そろそろ片付きそうだ。そうか、ひとまずは安心だが。え、なんだこの音。つか、近づいてきてね。アリエ様のお題だ。最低限にてお迎えせよ。整列せよ、整列せよ。我らがマリエ様をお迎えせよ。マリエ、誰だ。おい、なんだよあれ。私の支配は？ザッツライト。さあ、お前たちも私の下僕にしてあげるわ。奴らを捕らえなさい。なんだ、あいつが親玉か。って、まだこんないんのかよ。やばいぞ、あちこちでどんどん敵の反応が。やば、囲まれた。うまく力が出せない上に、これじゃ我らが偉大なるマリエ様、忠義ある限り我らは不滅。数が多すぎる。お前ら逃げろ。おら、なまってんじゃねえのか。しっかりしやがれ。おお、
助かったぜスカル。いくら倒してもキリがない。これでは拉致があかん。これはまずいかも。ジョーカー、ここは俺らに任せて、あいつら助けに。スカル、後ろだ。え？ほら、捕まえた。うわっ、ちくしょう。スカル、ジョーカー、モナちゃん、なんとかここまでしのいできたが、これは追いかけ回す手間が省けたわ。お仲間はこれで全員かしら。あー、なんじゃこいつ。スカル、今助けるから。ダメ、今手を出すと。わかってるじゃない。こいつの命が惜しいならおとなしくなさい。あら、そんな口の利き方して。このガキ、うっかりひねりつぶしちゃっても知らないわよ。なめんじゃねえ。やるならやれや。まったく、下品で吐き気がするわ。反抗的でよく吠えることだったら、面白いもの見せてあげる。てめえ、何しようって。黙ってて、すぐに分かることよ。そういう生意気な口、二度と聞けなくしてやるから。てめえ、この話せ。お前たち、随分と変わった力を持ってるのね。ああ生意気ね。なら従わせてあげるわ。これでお前も私の下僕。さあ、賊を皆殺しにしてしまいなさい。仰せのままに喜んで。なんてことだ。よし、ジョーカながら惚れ惚れする腕前だ。行こうかしら。見事な回避。完璧なカバーだ。甘い。そこなら安心だな。ナイス回避。バッチリかわせたな。いいぞ。この状況はテルソナ頂戴しよう。ラジオカー、敵を一気に撃破だ。任せろ。来たれ我が半身。見たか、我が輩のパワーを。
やれやれ、なんとかなったか。ゾクどもつぶせ、マリエ様のために。スカル、目覚ましなさいっての。ダメだ、あの様子じゃ聞こえてない。ここまで強力な洗脳とは。私の愛のベーゼはよーく聞いてるよね。でもほんとちょろちょろと鬱陶しいわね。いいわ、お前たち全員愛の虜にしてあげる。しまった、避けろ。みんな逃げて。余興を彩りなさい。イッツショータイム。美しいわ、人が苦しむ声。どうしてこんなに。痛いでしょ、苦しいでしょ。靴でも舐めてへつらうなら許してあげても。生意気ね。仲間を奪われ、泥にまみれてもなお輝きを失わない、その目。本当に腹立たしい。このキングダムでは私こそが王。全ての者が私を称え、私の前にひざまずくのよ。キングダム、これからお前をいたぶってあげる。極限の苦痛で屈服させてあげるわ。
気もないようね。私に逆らった報いよ。ジョーカ、逃げろ。逃がすわけないでしょ。あなたはじっくりいたぶってあげる。どうやって楽しもうかしら。ジョーカなに。私はやるわね。名乗りなさい。聞いてやるから。我が名はエル。お前に反逆の鉄槌を下す者だ。ナマズの少年、名もせめて猫って言え。今は引こう。ここから離れるぞ。助けてくれるってのか。しかし理解が早くて助かる。損はさせないから安心して。悔しいが他に方法がないな。まずは体勢を立て直そうねと。私が先陣を切る。包囲を突破するぞ。続け。おお、こうなったらやるしかねえ。なーに、威勢よく現れて逃げるわけ。賊どもを逃がすな。高貴なるマリエ様のために。我らがマリエ様の望むままに。必ず助けるからな、お前ら。行こうか。おい、ちょっ、でも さて、やるぞ。いつでも来い。位置は遥か先だ。体力配分に強化せろ。銃撃がヒット。ここでペルソナだ。撃破だ。見たか我が輩のパワーを。やるよ。
やく中盤ってとこか。我が輩がいつでも来い。この状況は やるよ。意志を力に。なんだ。この状況は。異国だ。しばいてあげるわ。参りましょう。バッチリかわせたな。いいぞ。よし。我が決意の証を見よう。打ち抜くだ。いつでも来い。決まっちまったな。打つ。よし。敵を撃破だ。やってやる。楽しみましょう。行くわよ。行くぞ。この状況は。やるぞ。よし。ちょっと手ごわかったね。私もまだまだだな。なんとか巻いたみたいだ。隠し通路は塞いだから奴らも追ってこられないよ。我が輩からも礼を言う。お前がいなきゃどうなってたか。気にしなくていい。私もマリエとは敵対してるし、何よりあのままだと君たち絶対に引きそうになかったしね。マリエの力は強大だ。それに数も多い。まともにやったら勝ち目がない。なるほど、いろいろと知ってそうだな。助けてもらってなんだが、お前は何者だ。そもそもここはどこなんだ。私はエル、革命軍のリーダーだ。君たちこそ何者というか、あのレギオンたちを倒せるなんて。ねえ、君はジョーカーって言ったっけ。あんなに絶望的な状況で諦めようとは思わなかった。君はマリエに散々痛めつけられてもあいつを恐れたりしてなかった。正直だね。でもそこを耐えて立ち向かおうとしてたんだよね。最後に一つだけ聞かせてくれ。君たちはマリエに反逆する同志か、それとも偽りを語る奴の手先か。後者であるなら正直に言ってくれ。ちょ、急に何言ってんだ。我が輩たちは
お前も見た通りだ。我が輩たちは仲間を奪われてる。少なくともマリエってやつに借りがあるとこに嘘はねえ。そっか、疑ってごめん。マリエの洗脳を受ければ誰でも簡単にあいつの言いなりになる。君たちがその洗脳を受けていない確信を持ちたかったんだ。で、その確信とやらは持てたのか？うん、君たちなら大丈夫そうだ。マリエは逆らう者を許さない。きっと君たちをどこまでも追ってくる。行く当てがないなら私たち革命軍のアジトに来ない？詳しくは後で話すよ。アジトはすぐそこだから。そこなら一応安全ってわけか。ジョーカー、今はとにかく言う通りにしよう。何から何まで謎だらけだ。我が輩たちはこいつを頼るしかない。それに体を張って助けてくれたやつを信じない理由はねえからな。ありがとう、信じてくれて。じゃあ行こうか、ジョーカー。君も、我が輩はモルガナ、ここではモナと呼べ。了解だ、モナ。案内するからついてきて。これは私たちのアジトへようこそ。なんてカッコつけて紹介しても、見た目は普通のお店なんだけど。ああ、ルブランそっくりだ。ご主人の店がなぜここに？ん？君たち何をそんなに驚いてるの？おいエル、この店はいつからここにある？いつからって、ずっとここにあった喫茶店だって聞いたよ。そこをアジトとして使わせてもらってる。ますますさっぱりだが、たまたま似てるなんて話じゃないな。あの妙な扉に吸い込まれたのもルブランに集まってた時だ。我が輩たちがこの異世界に来た影響でこうなってるのか。いや、しかしよくわからないけど、話があるなら中でお願い。ほら、君たち目立つんだから、さっさと入った入った。よし、中もこの目で確かめてやるぜ。行くぞ、ジョーカー。おお、こいつは驚いたな。中身までまるっきりルブランじゃねえか。内装が変わってるでしょ。そこがお気に入りなんだけどね。飲み物でも用意するからちょっと待ってって。あれ、君いつの間に着替えたの？仮面もなくなってる。我が輩はこの姿のままだが、お前がその姿に戻ったってことは、ここは警戒されてない場所ってわけか。何のお話？やっぱり不思議な人たちだね。ずっとここで暮らしてたけど初めてだよ、君たちみたいな人。ああ、人。うるせえよ、今更細かいこと気にすんな。君たち困ってるんでしょ。事情を教えてもらえたら力になれるかもしれない。かくまってもらった上にありがたい申し出だ。我が輩たちも情報が欲しい。エルって言ったな。お前のこと、この世界についてのことを教えてくれ。わかった。とにかく座って。つけておこう。